ドジャースの大谷翔平選手は28日、ニューヨークで開催された全米野球記者協会の授賞式ディナーに出席し、約2分間にわたり英語でのスピーチを披露しました。このスピーチには、全て英語だったし、流暢に話していた。アメージングと大谷選手の英語力に驚きの声が並びました。また、晩餐会で見せた大谷選手の振る舞いに対しても米国内からは素晴らしいと称賛の声が上がっていました。しかしその一方で、韓国メディアがしたある批判が大きな話題となっているようです。大谷選手のスピーチを聞いて、一体何を語ったのでしょうか。今回も大谷選手に関する最新の海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたの考えをコメントで教えてください。それでは参りましょう。晩餐会で大絶賛された大谷スピーチを受けて韓国メディアが反応。全て妄言だった。今回の大谷選手のスピーチは喝采を浴びていました。その理由は大谷選手の英語力にあるようです。大谷選手は5年前に新人王を取った際も、夕食会で英語でのスピーチを披露していました。ある地元記者は、その時からの上達ぶりに驚いたといいます。同記者は、全て英語だったことが見どころだ。2019年と比べてさらに良くなっていた。2019年の時は英語を無理して喋っている感じ、今は自信がついて自然に話しているように見えたと、5年前との違いに驚きを隠せない様子です。大谷選手は今回のスピーチで、ありがとうございます。多くの偉大な選手とこの場を共有できて光栄に思います。皆さんおめでとうございますと、流暢で英語特有のリズム感を持ってコメント。表情や仕草が全く動じていないように見え、自信に満ちた印象を受けました。この5年間で様々な変化があったかもしれません。大谷選手はどのように英語力を上達させていったのでしょうか。メジャー移籍1年目、チームメイトとふざけ合っているような日常会話は日本語だったようです。昨シーズン終了間際、怪我で離脱した大谷選手がベンチの中でエンゼルスの後輩にバッティング指導をする姿が大きな話題となりました。その際の会話は全て英語で行われていたそうです。また監督やチームメイトらとの会話は通訳の水原一平さんなしで行われているといいます。教えるというのは日本語でもニュアンスが難しいですが、それが英語でできるというのはすごいですね。そんな大谷選手は英語だけでなく、なんとスペイン語も話せるのだとか。ロサンゼルス市は全人口約385万人のうち約 40% をヒスパニック系が占め、ドジャースの熱烈なファン層でもあります。イチロー氏はマリナーズ時代、チームメイトとスペイン語でコミュニケーションを図ったところ、シアトルのヒスパニック系ファンから好意的に受け止められたといいます。エンゼルスで共に戦ったエステベス選手は過去に大谷選手について、初めて会った時にスペイン語で話しかけてきたから驚いたと語っていたといい、大谷選手がエンゼルスで中南米の選手たちからとても慕われていた理由はこういった部分にもあったのかもしれませんね。今回はドジャース入団会見以来1ヶ月ぶりに公の場で大谷選手が話したわけですが、近々また大谷選手が姿を現すイベントがあるようです。ドジャースタジアムで毎年恒例のドジャースのファンイベント、ドジャーフェスト2024が開催され、そのステージに大谷選手も参加する予定と発表されました。またファンからの質問に答えるイベントも予定されているということです。大谷選手はドジャースファンに一体どんな言葉をかけるのでしょうか。そんな中、バーゲンレコード誌 USA Today のピート・カルデラ記者が今回が99回目となる歴史ある夕食会の舞台裏を語っています。素晴らしいパーティーだった。もちろん主役は大谷。約2分間のスピーチは素晴らしかった。エンゼルス、ドジャース、元チームメイト、コーチ、代理人、自分をサポートしてくれている全ての人に感謝の言葉を伝え、彼に投票した記者にもお礼を伝えていた。彼が英語であれだけ長くスピーチしたのは初めてじゃないかな。少なくとも自分は初めて聞いた。思ったより流暢な英語で発音も良かった。前回の新人王のスピーチの時は、願わくば次はカンニングペーパーが必要なければと話していたのを覚えているが、自分の席からは何も見ないで話しているように見えた。実は夕食会が始まる前、控室で大谷に会い握手をする機会があった。
彼はセキュリティ上の理由から時間ギリギリにやってきて、控室にいた選手、関係者一人一人に挨拶して回っていた。すでに多くの人はメイン会場に移動していたが、自分は国歌斉唱を担当したから最後まで控室にいて握手をすることができたんだ。控室もメイン会場も、彼が部屋に入ってきた時に空気が変わった。全員が大谷の方を振り向くんだ。彼が歩くと、通りの街灯が次々に点灯するようなイメージかな。やはり雰囲気があって、今のメジャーリーグでは別格のオーラを持っていると思う。やはり大谷選手への注目度は別格なようです。また一人一人に挨拶をして回っていたというのも、大谷選手の人柄の良さを表していますね。このような紳士的な振る舞いが称賛される中、出席者への神対応ぶりも注目されています。まず話題となったのは、ナ・リーグ MVP のロナルド・アクーニャ・ジュニア選手とのツーショットです。ファンは大谷選手とアクーニャ選手が何やら話し込む姿に注目。会話の内容を推測、妄想するコメントが多数集まりました。この晩餐会はエンゼルスでプレーした昨季、ア・リーグの MVP に輝いたことで招かれました。タキシードジャケット、蝶ネクタイを含め全身ブラックのコーディネートで出席。壇上で食事も楽しみましたが、その最中にナ・リーグの MVP に輝いたアクーニャ選手と何事かを話し込む姿が目撃されています。 MLB 公式サイトの動画コーナーカット4が公式 X でこのひそひそ話の場面を写真で披露。ショウヘイとアクーニャジュニアは何を話していると思うと米ファンに問いかけると、推測合戦が繰り広げられました。ア・リーグのチームと契約してくれればよかったのにとアクーニャが言っているんだろう。所得税がいくらかについて、プレーオフで会おう、ドジャースに誘っている、もちろんデコピンのこと。ロナルドは翔平に今シーズンピッチングをするか尋ねて、翔平がどんな予定か説明している。さまざまな憶測が飛び交う一方、アクーニャ選手の弟でニューヨークメッツ傘下の WA でプレーするルイサンヘル・アクーニャ選手と大谷選手との写真も話題となっています。ルイサンヘル選手と大谷選手の写真が撮られた一連の流れをドジャース専門メディアドジャースネーションが動画に収めていました。まず動いたのはアクーニャ選手でした。大谷選手と共に席を立ったアクーニャ選手は身振り手振りでルイサンヘル選手にサインを送ると、すぐさま隣にいる大谷選手に向かって言葉を投げかけました。突然話しかけられた大谷選手は数秒間アクーニャ選手を凝視しながらも話の内容を理解すると写真撮影を快諾。持ち物を同席していた水原一平通訳に手渡すと、ルイサンヘル選手に歩み寄ってツーショット写真を撮影しました。ルイサンヘル選手は MVP の大谷選手とのツーショットを MVP の兄に撮影してもらったのです。ルイサンヘル選手は兄であるアクーニャ選手との写真とともに大谷選手とのツーショットを MVP アットマーク翔平大谷との文言とともに SNS にアップ。この投稿には1万件近いいいねがつきました。また元アストロズ監督のダスティ・ベイカー氏の隣で食事をしている際に大谷ファンでもある同氏のメリッサ夫人を紹介されると、大谷選手はサラダを食べる手を止め、へいと立ち上がり柔和な笑みを浮かべて握手して談笑する姿も見られました。その様子をベイカー氏も笑顔で見守っていたようです。大谷選手の対応に、どんな席でも大谷さんは自然体で笑ってる。大谷選手、サラダ食べている時に握手するなんてさすがにサービスいいな。ベイカー監督と隣同士で奥様もニコニコかな。もう振る舞いが素敵すぎるし神々しすぎる。奥様お会いできてよかったですね。隣のベイカー元監督が嬉しそうと称賛するコメントが相次ぎました。昨季までライバル球団で指揮を取ったベイカー氏は大谷選手に苦しめられてきました。スピーチ前に大谷選手を紹介するときは、この男は私が見てきた中で屈指の日本人選手だ、そして謙虚だ、時に彼には腹が立った、打席に向かう前に私の方を見たからだ、私はその時何かを書き留めているふりをした、こうやって何かを手に取って、でもそうしながら彼の方を見た、すると彼は私の方を見てうなずき、私もうなずく、そして彼はホームランを打つと話すと、関係者やファンなど約600人が集結した会場は爆笑に包まれました。続けて、先ほども言った通り
この男は今まで見てきた中で最も才能がある選手の一人だ。私は彼に伝えた。君は悪い男だ、とね。彼は私の真意が分かっていなかったと思う。本当に悪い男なんだ。そう話すベイカー氏の表情はとても嬉しそうでした。最後には大谷選手を壇上に呼び寄せ。彼は才能があるだけでなく、ルックスもいいね。とイケメンぶりを称賛すると、大谷選手も思わず照れ笑い。その後、大谷選手もとっさに英語で。ダスティ、ご紹介と親切な言葉をありがとう。と返答していたのでした。SNS 上では、ベイカーさん本当大谷さんにデレデレなの好き。ベイカー監督がニッコニコで私も嬉しい。ベイカーさんの大谷愛が素敵だわ。ベイカー監督の愛あるスピーチも素敵すぎました。と2人の関係に喜びの声が上がっていました。このように多くの人を魅了している大谷選手ですが、隣国の韓国メディアであるスポータルコリアが大谷選手のスピーチについてとある記事を出したことで話題となっています。スポータルコリアは、英語で人種差別を受けた大谷、 100% 英語で受賞スピーチ、との見出しで記事を掲載。大谷選手の英語力を称賛しながらも、過去に大谷選手の英語に関して批判したことで世間を騒がせた米名物コメンテーターのスティーブン・ A ・スミス氏を嘲笑うような内容となっています。ことの発端は、米スポーツ専門局 ESPN の番組司会を務めるスミス氏が2021年7月12日、大谷選手を通訳が必要な男と呼んだことで、メジャーファンは激怒したのです。問題の発言が飛び出したのは、スミス氏とマックス・ケラーマン氏が共同司会を務める ESPN のトーク番組ファーストテイク。スミス氏はケラーマン氏と12日のホームランダービーについて話す中で、次のように発言しました。野球が国際的なスポーツで誰でも参加できるのは理解している。だがテレビや球場で観戦する観客のことを考えると、その一番の顔が通訳を必要とする男だというのはまずいんじゃないか。この国では通訳がいなければ彼が何を言っているのか全くわからないんだから。他のスポーツは違う。例えばバスケットボールではダーク・ノビツキーがドイツ出身だし、マヌ・ジノビリをはじめ複数の選手が外国出身だが、彼らは流暢な英語を話す。とスミスは続けました。インタビューで彼らが何と言ったかを理解できる。彼らには通訳が必要ないからだ。だが大リーグにはなぜか通訳が必要な選手たちがいる。このように通訳を介して話している大谷選手を批判したのです。これには ESPN の元番組司会者であるキース・ゴルバーマン氏も思わず反応。私はスミスが ESPN で成功している時もそうでない時も、彼が正しい時も間違っている時も彼を支持してきた。だが今回の大谷翔平に関する発言は、アジア人に対するヘイトクライムが問題となっている中での正真正銘の人種差別だ。と SNS に投稿し、怒りをあらわにしました。大炎上となったこの件についてスミス氏は、翌13日にツイッターで、私はいかなるコミュニティ、特にアジアコミュニティ、そして大谷選手を怒らせるつもりはなかった。と謝罪するまでの事態となったのです。さらに9月にも、大谷がチームにいてもエンジェルスは勝てなかったし、球場は空席だらけ、5億ドルの価値はない。と非難し、物議を醸していたスミス氏。全米が注目する大谷選手についてのアンチ発言は大きな話題となるため、それを狙ったいわゆる炎上商法とも取れますが、これまで幾度となく大谷選手を批判し続けてきたスミス氏。しかし MVP その他さまざまな賞を受賞し、ドジャース史上最高額となる10年7億ドルの契約を勝ち取った大谷選手の価値は誰から見ても明らかであり、今回の晩餐会では流暢な英語でのスピーチも披露しました。今までもそうでしたが、今回も批判されていた内容を全て実力で黙らせたのです。これには SNS 上でも、今頃スミスは混乱に陥っているだろう。彼は間違っていた。スミスに大谷スピーチ映像を見せてはいけない。スミスさん、これで大谷は野球界の顔になれるの？それとも発音がまだダメ？などとスミス氏への皮肉のコメントが相次ぎました。スポータルコリアではこの一連の流れを記事内で紹介。その結果、スミスの発言は全て妄言になった。大谷は5億ドルをはるかに上回る7億ドルの契約を結び、
流暢に英語を話す姿も見せたと絶賛。ドジャースが今季の開幕戦を韓国で迎えることもあり、大谷選手の注目度もうなぎ登りとなっているようです。公の場に姿を見せるたびに株が青天井で上がり続ける大谷選手。晩餐会が終わってすぐにトレーニングも再開しており、その動画は100万再生を超えるほどの注目を集めています。今シーズンもその動向から目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。